イスカヤンです。今カナダ西海岸バンクーバーにありますスタンレーホールに来ています。ここにはトーテンポールがずらーり。実はここはトーテンポールについて知るにはもってこいなんです。というのはですね、一口にトーテンポールと言いましても実はいろいろありまして、まあ、使い道といいますか立てた目的も様々ならばですね、その地域によってそれぞれ特色があるんです。でその点ここのトーテンポールはですね、いろいろな使われ方をしたトーテンポールと、そして、まあ、カナダ西海岸各地のですね、代表的な部族のトーテンポールが並んでいます。だからここに来ればですね、トーテンポールがどういうことに使われたのかとか、地域によってどんな特色があるのかということがですね、一目瞭然なんです。日本から飛行機でひとっ飛び、バンクーバーはカナダの玄関です。周辺の地域を合わせて250万人が住む大都会です。その町外れにスタンレー公園はあります。1周10キロ、面積は400ヘクタールです。ご覧のように繁華街から目と鼻の先でして、歩いてでも行ける距離にあるんですね。だから年間800万人もの人たちが利用するんだそうです。公園の中に8本のトーテンポールが並ぶエリアがあり、こちらの方は1年に350万人が訪れるといいます。まずは右端のポールから見てみましょう。ハイダ族チーフスケダンスのポールと呼ばれるトーテンポールです。このポールですね、オリジナルのポールの複製なんです。なんだ複製かなんて馬鹿にしちゃいけませんよ。何しろこのポールを彫ったのがですね、ハイダ族の血を引くアーティストで人間国宝級の作家と言われるビル・リードの作品なんです。実はオリジナルのポールには意外なものが隠されていたんです。このポールはもともとはハイダ族のスキディゲートという村に立っていました。ハイダ族はハイダグアイと呼ばれる島々に住む人たちです。1878年当時の村はこんな感じでした。家の前に丸木舟がずらーっと並んでますね。海辺の村なんです。そして後ろは針葉樹の森です。カナダ太平洋岸の先住民の村はどこもこんな感じなんです。というかカナダの太平洋沿岸自体がまあ大体こんな感じなんですね。一番手前のトーテンポール、これがスタンレー公園のポールのオリジナルです。ところでこのトーテンポール、チーフスケダンス、スケダンス首長という方のですね、死を悼んで建てられました。で、オリジナルのポールではですね、この一番てっぺんのところに四角い板がありますね。実はあの後ろがですね、くり抜かれてて、そのチーフスケダンスの遺体がその中に、遺骸がその中に収められてたんです。オリジナルのポールに隠されていた意外なものとは、人の意外でした。そしてあの白いあの四角い板で、蓋をしたと、そういうわけです。ですからこのトーテンポールは言ってみればお墓なんですね。まあ、あの人の血を傷んでトーテンポールを建てるというのは結構あの西海岸で あちこちあったみたいなんですけれども、こういうお墓代わりのトーテンポールというのはハイダ族独特だと言われています。赤く丸い部分はスケダンスの家紋である月を表しています。中の顔はタカだとも、伝説の巨鳥サンダーバードだとも言われています。いずれにしても鳥ですから翼と足が描かれています。その下は白岩ヤギです。名前の通り白い岩山に住むヤギですが、まあ、実際はヤギとはちょっと違う動物なんですね。細くて鋭い角が白岩ヤギの特徴を表しています。まあ、左の角はポロッと取れてますけれどね。そして足には蹄も表現されています。ヤギですから2つに割れています。よく見ると歯並びの表現はヤギというよりも人間に近いですね。実はここに彫られているのは白岩ヤギだけど同時に人間、白岩ヤギ人間なんです。北アメリカ先住民の間に広く見られる考え方なんですけれども、動物と人間というのは境が曖昧で、人間が動物に変身したり、あるいは動物が人間に化身したり、そういうことが、ね、平気で起こるんですね。で、あの白岩ヤギには白岩ヤギの社会があって、そこでは彼らは人間と同じような姿をしているんです。それがですね、白岩ヤギの顔をかぶって白岩ヤギに変身して現れる、まあ、そういうふうに考えられたわけです。ポールの一番下はグリズリー灰色グマです。北海道のヒグマと同じ種類です。
顔つきは白岩ヤギとほとんど同じです。ただ違うのは太い前足と長い爪です。あ、これでヒグマだということを表しているわけですね。で、その長い爪で何かを掴んでます。これはアザラシだとも小さなクジラだとも考えられています。トーテンポールというのはですね、まあ、部族ごとにそれぞれ特色がありまして、ハイダ族の場合ですね、あんまりカラフルじゃないんですね。結構あの白秋をそのまま生かしてちょこちょこっと色が塗ってある、そういうのがまあハイダ族の特徴です。これもハイダ族のポールです。唇と目と眉のほかは、まあ、目の周りが水色に塗ってあるだけですね。まあ、昔の写真を見ても、まあ、ハイダ族のポール色はほとんど塗ってませんね。ただこのスタンレー公園のポールは雨から守るためなんでしょうか、生地を茶色く塗っているんですね。大きくてつぶらな目、そして太い眉もハイダ族のトーテンポールの特徴です。もう一本トーテンポールの目的として分かりやすい例を見てみましょう。クワクワカワクー族のワカスという名前のチーフの家に立っていたポールの複製で、ワカスポールと呼ばれています。この一家に伝わる物語や、まあ、この一家と特別の関係にある動物などが表されていまして、この家がいかに由緒正しい名門であるかということをですね、誇示しているわけですね。まあ、いわば一家の表札兼広告塔なんですね。クワクワカワクー族はバンクーバー島北東部とその対岸一帯に住む人たちです。オリジナルのポールは1895年頃アラートベイという村に建てられていました。一番下は渡りガラスの顔になっています。壁には広げた翼と尾羽と足が描き込まれていまして、ポールと一体になって渡りガラス全体を表現していました。このトーテンポールにはクワクワカワクー族のポールの特徴がよく表れているんです。特徴その1、てっぺんは鳥です。それも野鳥図鑑には載っていないサンダーバードという種類です。このポールのサンダーバード、なんとシャチをつかみ上げています。すんごいですね。超巨大な鳥なんですね。このサンダーバードというのはですね、北米先住民の民話神話によく出てくる鳥なんです。まあ、サンダーは雷、バードは鳥ですから、そのまま訳すと雷鳥、雷鳥ということになりますけれども、まあ、日本の高山にもいる雷鳥とは全然違う鳥です。サンダーバードはワシに似た巨大な鳥なんです。どれぐらい巨大かと言いますと、何しろですね、このこちらの彫刻にもありますように、6トンもあるような、重さ6トンもあるようなシャチの背中をムーンと掴んで、ブワーッとこう海の上に引き上げる、それぐらい大きな鳥なんですね。で、このサンダーバードが飛んできますと大雨、大嵐になると言われています。あの雷のですね、ゴロゴロという音はサンダーバードがこう翼を打ち鳴らす音、そして雷のピカピカという光はサンダーバードから目から放つ光だというふうに言われています。まあ、つまりサンダーバードは雷鳥なんですね。で、このサンダーバードもですね、あの他の鳥、動物たちと同じように人間に姿を変えて、まあ、人間と交わったりするというふうに考えられていました。クワクワカワクー族のポールの特徴その2は、本体に付け足された部分があるということです。このポールではサンダーバードの翼が付け足されています。シャチの背びれと尾びれもそうです。これあのフーフークと言いまして、この長いくちばしで人間の頭をかち割って脳をついばむという人食い鳥なんです。このくちばしもくっつけたものです。特に大きな付け足しはこの渡りガラスのくちばしですね。まあ、こうした付け足しによってクワクワカワクー族のポールはとっても派手な印象になるんです。クワクワカワクー族のポールの特徴その3は、色使いも派手なんです。白や赤、緑や黄色、茶色に黒といった色でポール全体がほぼ隙間なく塗られています。特徴その4、金つぼ眼をくわっと開いたおっとろしげな顔つきが多いこと。例えばこのワカスポールに来られたクマさんですけど、同じクマでもさっきのハイダ族の優しい感じのクマさんとは全然違いますね。スタンレー公園の8本のトーテンポールのうち5本がクワクワカワクー族のポールです。すべててっぺんはサンダーバードかワシです。で、そのうち4本は翼を広げています。
もう一本クワクワカワクのポールで面白いものを見てみましょう。右から3番目のこのポールです。8本の中では一番低くて、まあそれでも高さは3メートルほどあるんですね。このポールが低いのにはちゃんと訳があるんです。その訳って何だと思います？身分の低い家のポールは背丈も低いんです。というのは嘘です。はい、正解はこちら。これキャンベルリバーという町にある集会施設なんですけれど、柱がトーテムポールなんです。短いポールはこんな風に2本並べて屋根の梁を支えたんです。彫刻は家の内側に施しました。ずっと以前のトーテムポールは家屋の一部をなしてまして、彫刻は家の内側に施されていたと考えられています。というのは1778年にジェームズ・クックの探検隊がヨーロッパ人としては初めてこの地方に足を踏み入れたんですけれども、その時同行していた画家が家の中の様子を記録していたんです。で、その家の中の柱に彫刻が施されているんです。ところが家の外に大きなポールが立っていたという様子は絵にも文章にも記録されていないんです。まあこんな風にですね、大きなトーテンポールが立ち並ぶというのは、これ19世紀になって、まあヨーロッパから大量の鉄の道具が入るようになってからなんです。それまではこのポールのように家の中の柱に彫刻したんです。だからまあこのポールはいわばトーテンポールの原点に近い形なんですね。クワクワカワクー族の彩り豊かなポールとは対照的なのがこのニスガ族のポールです。色は全く塗られていません。ニスガ族はアラスカに近い那須川流域の人たちです。このポールには作者ノーマン・テイトの祖先が目撃したある動物の不思議な出来事が描かれています。さあこれがその動物なんですけど、クマでしょうか、それとも狼ですかね。よう見ると手の形は人間なんです。そして人間っぽい足の間から鱗がびっしりの平らな尻尾が生えているんです。鱗に覆われた平らな尻尾といえば、はい、この動物ビーバーです。つまりこれビーバー人間なんです。一番下はビーバーの顔を脱いで人間の姿となったところです。作者の祖先はビーバーが人間に変身する現場を目撃したんだと言います。このポールはその物語を語っているんです。これはですね、1986年バンクーバーの市政100周年を記念して彫られたポールです。これまでに見た19世紀のポールには、まあ、家紋が彫られていることが多いんですね。いわゆるこう一族のこういわれが彫られていることが多いんですけど、新しいポールにはストーリー性のあるものが目立つんだそうです。トーテンポールも時代によって移り変わるんですね。お次はガースタラスのポール。ガースタラスというのは作者の名前でして、朝飯を食べる場所という意味なんだそうです。てっぺんはワシです。カヌーを掲げていますけど、なぜかこれがカナダ東部のカンバの川で作ったタイプなんです。このポールの製作を手伝ってくれたのが東部のオジブワ族の人なんですね。で、その人を称えてこの東部のタイプのカヌーを彫ったということなんです。クワクワカワクのポールらしく色とりどりに塗られています。そしてシャチのヒレなどいろんなものがくっついていますね。一番下はズヌクワという伝説の女性キャラです。怖い顔つきですね。ズヌクワは山に住み、子供たちをさらって食べてしまうんです。日本で言えばまあさしずめヤマンバですね。次に見るのはヌーチャヌルス族のスカイチーフのポールです。ヌーチャヌルスはバンクーバーと西部に住む民族で、このポールは1988年に作られました。てっぺんはスカイチーフ、空のチーフです。空、大地、山、海、それぞれにチーフがいると考えられています。その下はちょっとオウムみたいですが、実はキングフィッシャー、カワセミ科の鳥です。ただし同じカワセミ科でもアメリカ大陸にはカワセミ赤はいないので、ヤマセミ赤、つまり厳密にはヤマセミの仲間でしょうね。ヤマセミの下はサンダーバードですけれど、
くちばしは取れてしまってますね。で、サンダーバードが乗っかっているのがザトウクジラです。さすがのサンダーバードもこのザトウクジラにはかないませんね。海の中に引きずり込まれようとしています。で、この光を放つオロチがサンダーバードのクジラ取りを手伝っています。これはこのオオカミです。オオカミの下は知識の人と呼ばれる人物の像です。そしてこのポール、作者はクワクワクワクのエレン・ニールという女性です。彼女は20世紀中頃、トーテンポールが復活する上で大きな役割を果たしたんです。で、このポールのトップは、まあ、クワクワクワクですからお約束のサンダーバードです。その下はシーベア、海グマと呼ばれる、まあ、一種の怪獣ですね。その下の方の人物はカエルを抱えています。カエルは、まあ、水陸両方に生きるので神聖な生き物と、まあ、考えられているんですね。さてこうしたトーテンポール、20世紀初め頃にはもう作る人がほとんどいなくなってしまってたんですね。トーテンポール作りの伝統はすっかり消えようとしていたんです。ところがこの前に出てきたこの若洲首長の家ですね、この家でエレン・ニールは生まれ育ったんです。そして彼女のおじいさんで、まあ、当時数少ないトーテンポール作りの名人だったチャーリー・ジェームズという人にですね、トーテンポールの作り方を習いました。その技術を生かしてミニチュアのトーテンポールを作ってスタンレー公園で売って暮らしていたこともありました。やがて博物館などの注文を受けてフルサイズのトーテンポールを彫るようになりました。こうしてトーテンポール作りが現代によみがえったんです。今日あちこちでトーテンポールが見られるのは彼女の功績が大きいんです。8本のトーテンポールの一番最後はクワクワカワクー族のオスカー・マティルピが1968年に彫ったポールです。で、この8本からですね、離れたところに1本ポツンと立つポールがありまして、まあ、てっぺんは翼を広げたサンダーバードなんですけれど、実はこれクワクワカワクー族のポールではないんです。地元バンクーバーに住むスクワミッシュ族のロバート・イエルトンが彫ったもので、2009年に建てられました。スクワミッシュは海岸セイリッシュと呼ばれるグループに属する先住民です。一番下に女性の像が刻まれています。これは作者の母親ローズ・イエルトンで、まさに今ポールが立っているこの辺りに住んでいたといいます。このポールは作者ロバートが母親のローズを追悼して彫りました。ポールの下のプレートにはローズがここに住んでいた若い頃の写真と長老になってからの写真が展示されています。実は海岸セイリッシュにはもともとトーテンポールを彫る伝統はなかったんです。でも、まあ、新しく始めて伝統にすればいいんじゃないかという考え方もできますね。こちらは同じくバンクーバー市の先住民マスクイム族のスーザン・ポイントが制作した門です。まさにご当地バンクーバーの先住民として町にやってきた人たちを歓迎する気持ちを表しているそうです。マスクイム族にはトーテンポールはなかったんですけれど、家の柱などに彫刻を施す、そういう伝統はあったんです。で、スーザンポイントは他の民族のアートであるトーテンポールを真似っこするんじゃなくて、家の中の柱などに彫刻を施した、そういうマスクイム族本来のアートに触発されて、それを現代アートとして蘇らせたんです。バンクーバーに行ったらスタンレー公園のトーテンポール、単に記念写真パチリで終わらせるんじゃなくて、それぞれのポールに込められた物語に思いを馳せながらじっくりご覧になってはいかがでしょうか。